コミポはパーソナルコンピュータ上で漫画を作成するソフトウェアである。企画、開発はコミポ製作委員会有限責任事業組合、発売元は株式会社ウェーブテクノロジーコム。販売はコミポ基本ツール学園漫画セットの形で行われ、2010年12月15日に発売された。キャラクターなどの素材が 3D モデルで用意されていることを特徴とし、 キャッチコピーは絵を描かなくてもポッと漫画が作れちゃう。イメージキャラクターはコミポちゃん。AKB48 チーム A の中谷アスカがコミポちゃんのキャラクターボイスを担当していた。2014年3月には同ソフトの英語版である漫画メーカーコミポモスティームで発売された。ベクター主催のベクタープロレジ対賞ファイナル2010年最優秀作品賞。 財団法人理想な中小企業振興財団主催の第23回中小企業優秀新技術新製品賞ソフトウェア部門優秀賞受賞窓の森が主催する2011年窓の森大賞の同賞受賞絵を描くことなしに素材及び設定をマウスで選択配置していくだけで漫画やイラストを作成できるツールである 3DCG のプリセットキャラクターに様々な属性を付与し、ポーズやアングルを定め、表情を選択し、背景や吹き出し、効果線などを配置して作成する。指摘利用の他商業利用もできるためこれを利用した商業漫画も存在し、発売1周年を迎えた2011年12月時点で、不謹慎ちゃん、4コマクーロンズなど、単行本化された作品もある。以下、 2010年に発表された報道関係者向けベータ版による概要を記す。作成した漫画は通常の漫画と同様に制作者に著作権が付与される。そのため、作成した漫画をウェブで公開したり販売しても良い。ただし、プリセットキャラクターそのものの著作権を主張することはできない。入力画像フォーマットとして JPEG、PNG、PN GIF、 bmp, tiff を使用できる。出力フォーマットとして jpeg, png, pdf, pdf を使用できる。また動画ファイル出力機能により avi およびアニメーション gif も出力できる。ありがとうございます。